手が手が怖いよ。早くも総合優勝決定戦のサイズ。いや本当に、でもマジで見てほしい、これ今日の努力の証、これ。マジで本当に最悪、自分の子をこんなに怪我してかわいそう。これで負けたらもうかわいそう。まあでもね、最初だから楽しくできれば、とりあえずは。あのこのチームのテーマは、そのあのダウンとした時も言いましたけど、2位なの。そう、このチームのテーマは平均が強くて2位。だから16期の時もずっと2位取ってて決勝戦行けたので、それを目標に生きれば、運が良ければ1位取れるよねっていう感じなんで。うまいって聞いてるから、はい、詰められるところはどんどん詰めていく。はい、オッケー。で、オッケーです。ここね、手伸ばしたとこ、あライフは1。はい、オッケー、はい、これだけ。はい、めっちゃ久しぶりにシールドするのでめっちゃ楽しみです。ずっとしたかったんですけど、なんか結局いつもアタッカーばかり回ってたので、今日はシールドでいなちゃんのことを守り抜きたいと思います。だから2発ずつ。え、やめてください。なんか、あーでもどうなんですかね、もうルッキーさんがとりあえず強くて、後で私メグさんのシールドめっちゃ得意って知ってるんで、ちょっと怯えてます。結構ビリーブは今回あの MC 席に一番近いので、あの皆さん丸見えですので、あの渡さないことを私たちはビリーブ信じております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいい。ピー、頑張って渡すなよ。お願いします。信じてるよ、信じてるよ、ビリーブしてるから、ね、ください。さあ、連続中の最初のボール回収あげないよね。 MC 的に一番近くて、なかなか私にくいのはチームのものだ。ボール回収の怖いところ、ありがとうございます。ありがとうございます。全部じゃないんだ。全部じゃない人なんなんだろう。ちょっと今日ファンの方、あ、オレンジ、僕の唯一ですね、オレンジ。おい、ください、ください。やばいやばいやばい、ありがとう。なんかやっぱすごい、本庁みたいな。もらってるよ。さあ山崎さんが褒めに行くの。